皆さん、こんにちは。今日は 92FS の外箱を紹介します。デレッタ社は、1950年以前に、大型の軍用自動拳銃開発プロジェクトがありました。その結果、M1950、M1951 などが発表されましたが、あと一歩、安全性、操作性、 実用性の点で足らない面が、新たな大型ダブルアクションオートのプロジェクト発足がなされ、1976年に M92 として結実しました。ダブルカラムマガジンでハイキャパシティ、オートマチックフワイヤリングピンブロック、ダブル、シングルアクションなど、オフィシャルな仕様に十分合致した機能を備えています。